久保さん、BM はね、いいですよ。いい。でね、あの、最近ですね、まあ僕も BM 買ったんであ、次の目標が出まして、親父にちょっと BM を買ってあげようと思って、昨日調べてました。昨日 <laughs>。昨日調べてました。頑張ろうと思って。まあずっとね、僕ん家ね、軽自動車なんですよ。ずっと軽自動車で、一回だけ、フォードアの乗用車の時があって、その時は、母ちゃんが、あらー、 高級車だわねでって、まあ、ボンボロなんですよ。オンボロ、のなんか2、30万の,あの乗用車なんですけど、なんか高級車だわねみたいな言って。で、今、うちの親父、K、ずっと K なんで死ぬ前に、なんかその、なんか、死ぬ前に、K じゃない車で体験して死んでもらった方がいいかなと思って、ちょっと昨日調べてましたね。自分だけもちょっと微妙じゃないですか。<laughs> ちょっと次は、親父に買ってやろうと思って。 うん、まあ前から車を買ってあげようと思ってて、まあ、ベ,ンツベンツかなと思ったんですけどいやまあ俺も僕も BM だから BM ぞろいでいいんじゃないかなっていう <laughs> ちょっとね X1 っていうねで X1 を調べてましたうんそうでその、うん、X1 の方がコンパクトで、まあ、セダンじゃないんですけどまあいい僕もかいいなと思うんでうんそう まあ、フォードはいらフん、一応フォードはなんですけど、その、そのなんかセダンじゃないんですよ。でもね、まあセダンでもいいかなでもね、なんかセダンって感じじゃないんですよ、うちの親父も。な、なんかね。<laughs> そう。なフォードはのハッチバックですね。なんかセダンだと、このトランクじゃないですか。X1 のやつはこう、ハッチバックというかこういう、まあいいや。まあちょっとそういうふうに考えてました。うん。で、今回は、まあ、久保さんがね、自由な時間を生きるっていうところで、テーマは、 やっぱね、独立して、その会社を辞めて感じたこととかにしておきましょうか。まあこれ、久保さんとマジで同意なんですけど、本当ね、僕、もう死んでもいいと思うぐらい、えー、もう、もうし、明日死んでも全く後悔ないですね、僕ね。<laughs> ぐらい、なんか、あ、こんな人生があるんだなっていう、なんだろうな。 すごく不思議な感覚ですね。こんな人生って本当にあるんだなっていう。こんな人生ってどういうことかっていうと、24時間自分が選択できるっていう人生なんですよ。でもこれがでも久保さん、本来の人生だと思うんですよね。だってそうじゃないですか。本来、時間って、24時間しかない時間を自分が選択できるのが多分人生だと思うんですね。だけど、会社の組織とかに入ってると、 まあ束縛されますから、全部選択、自分で24時間ー100%自由な選択でできないですよね。だどっか旅行行きたいとか、どっか行きたいって言っても、明日、明日仕事があるからとかね、あの、なんだ、うん、あの、明日仕事早いからとか、仕事があるから行けないとか、何か仕事が理由にして自分が行きたいと思っても行けないわけじゃないですかで。僕もこの前ちょっと出たんですけど、それも思いつきです。 思いつきでもうパパッと出れます。本当に。うん。なんかね、ほんとありがたいなと思いますね。うーん。思いつきで行きたいと思ったらね、そうだ、京都へ行こうってあるじゃないですか。そうだ、京都へ行こうっていうフレーズってみんな使えないんですよね。え、今日そうだ、京都に行こうって言って、行けます僕行けますよ。まして久保さんも行けますよね。あ、そうだ、京都に行こう。うん、今日今から行くってい、行けますよね。でも、 会社員の人とか無理ですよね。休みじゃないと。そもそもとして。まあ、有給とかもいろいろありますけど、いきなりね、上司すみません。今日、あの、そうだ、京都に行こうと思って、今日京都に行くんで会社み休みます、みたいなね。<laughs> 無理じゃないですか。無理ですよね。うん。でも、24時間自分を自由に生きるっていうのは本来の人生なんじゃないかなと思いますし、本来の人生を獲得する、手に入れるためにやっぱ頑張らないといけないと僕は思います。 うんまあもちろん動画は僕はアクティブで撮ってますけどまあ今もちろん販売プロモーションがあるんでねあの一般公開はその対談の音声でしかアップしてないんですけどうんなんかそんな仕事量ないですからね今昔に比べるとぶっちゃけ本当にまあ昔が多すぎたんでなんか動画いっぱい撮ったとしてもそんなに苦痛じゃないですし全然余裕っすねでしかもその動画もね やれって言われてるわけじゃないんですよ。この例ジに関しても、ね誰、誰かにね、命令されてやれって言われて動画と返してるわけじゃないんで、久保さんに命令してね、吉谷さんあ、取らないと殺しますよみたいな、そんななんか、取らないと罰金ですよとか、そ,そういうなんか縛りもないし、自由にやってんですよ、お互いに、うん。自分の思いでただやってるっていう。好きでやってるって趣味みたいなもんですね。もはや趣味ですね。<laughs> だから、いいっすね、これが。うーん。だから、この生活を僕は維持したいんで、逆にまた、この生活を維持するためにも、将来維持し続けるためにも頑張れる。まあ、日々発信できるっていうのもあるのかもしれないです。ただ、その、頑張るという,もう概念もあんまないじゃないんですよね。頑張るっていうところ、ガールとスナムは売上の部分ですね。発信に関しては当たり前なんで、僕から僕が頑張るっていうところだったら、数字を出すってことですね。 数字,を数字をしっかり出していくっていう。だそこが頑張るところかなとは思いますけどね。日々の発信に関しては当たり前なので、まあ、頑張るっていうのはあんまないですけどね。なんか空気吸うことを頑張るってあんま意識しなくないですか空気を吸よし。吸った。頑張った。ってなんないですよね。なります。はあ、一呼吸。俺できた。頑張った。ってなんないですよね。だからそういう感じなんで動画も。 だまあ、ほとんどの人はね、動画やったことがない人なんかは、はあ今日やっと1本撮れたみたいな話だって、頑張らないとみたいな話なんですけど、僕とか久保さんのレベルに来ると、別になんか <laughs>、ね、久保さんね、頑張ってる感ないですよね、別に。この億万長者合宿も振り返ってみたらもう2000本以上ですけど、なんか頑張ってる感はないですね。ただ、あのね、移動中のね、何十本は頑張りました。で、しかもガッチャンコ昔してたじゃないですか。 ガッチャンコして、一日何十本やってた時は死にましたね。しかも移動しながらは。あれは結構頑張りましたね。移動しながら何十本は、車で移動しながら。しかもガッチャンコしてね。うん、あれは頑張りました。でも今はもうね、あの、ガッチャンコしないスタイルなんで、全く手間ないんで、うん。楽、あの、超楽ですね。う。うん。はい。ということで、ま、いろいろとこだこた言いましたけど、 まあ自分の人生は本当にあの24時間あ自分の選択で生きるためにうんそこに時間を注いでいくそこに情熱を注いでいくそこにえなんか努力していくっていうのはやった方がいいんじゃないですかね、うん、でその生活を手に入れないと分かんないですけど、まあ、すごく価値がありますこの生活24時間自分が選択できるっていうこのライフスタイルは 何人買いがたいですね。本当に、マジでありがたいですよ。こんなね、だからね、毎回結構ね、もう4年経つんですけど、まだ違和感ありますよ、久保さん僕。4年ですけど、やっぱ過去がまだ長いんで、その下積み10年以上のところの牢獄みたいなね、会社にずっと泊まり込みしてたっていうのが長いので、まだそれ反転してないんで、なんか4年ですからまだ、なんか違和感ありますけど。 なんかね、変な感じですね。なんか、俺これでいいのかなみたいな。<laughs> え、こんなんでいいのかなみたいな <laughs>。思ったりしますね。なんか、なんか申し訳ないな、みたいな。<laughs> うーん。まあいいや。はい。いってらっしゃい。